はい、こんにちは、三次郎です。三次郎です。久々にこれ、あれは飲んだ、薬はもう飲んでますね。これはまあまあ、あ、ちょっと最近ね、塩気を取るようになってきて、もう長い間、あ、なんちゅうの、このかける塩ね、なんか料理作るときに塩とかよくかけますやん、目玉焼きとか。あれはもう2年ぐらい使ってなかったんですけど、最近ちょっと塩が食べたい気分で、塩気が欲しい気分で、ちょっと復活さしとるんやけど、っていうかよう食べるようになったね。体重も増えとる、だからなんか抑えが効けへん。食べたい病、128-84、食いたい病。はい、で、せーの、よっこいしょいのしょいと、重いです。これ最高記録出とるよ、 75.15、 最高記録だから、これ服脱いでやったらなんぼ73超えとるんちゃうかな。やばいね、今抑え時か、このまま増えるかね、うん、っていうことで、今日はね、実は16日なんですね、火曜日。多分これ17日に流させてもらう予定なんですけど、コロナももう終わりっちゅうか、もうあれなんですかね。あ、ニュース見てみようか。コロナも最近、このネットのニュースでもコロナもあんまり言えへんようになってきてんちゃいます？うん、やっぱりようわからんけど、全国で1364人やから、どうやろう、少ないんちゃうかな、かなり。東京だけで1000人超えるとか言うとったもんね。というのもね、日曜日に長井公園にちょっと行ってきたんですよ、それこそ。ウォーキングに。ほんなら、すごい人やってね。まあ、天気も良かったんか知らんけど、まあ、日曜日なんかめったに行くことないんでね、いつも多いんかなんか知らんけど、めちゃくちゃ行ってましたわ、走ってはる人。もう、すごいって、ほんまに。で、言うたらみんなもうマスクなんかしてませんやん。で、大体、何ちゅうたりの、なんかマラソン大会やったんかな、こう4、5人のグループで走ってはるわけですよ。それがもう何個も2人で走ってはる人とか1人で走ってはる人よりも結構そういう感じでね、もうとにかくいっぱい走ってあって、周りこそももう何みんなハーハー立ちません、ハッハッみんなが並走してその後ろに持って言うてね。ほんで、そうかと思ったら、バス停でね、待ってはんのね、みんなマスクして、こうやってスマホ見て、バス停で待ってはんの、1メーターぐらい離れて待ってはんねん、こうやって。郵便局でもそうですやん、郵便局でなんか不在のなんか取りに行くの、どんだけ行列やねん、みんな間隔めっちゃ空けてあるから、すごい行列のように見える。片や、で走ってるしね、意味わからんしみたいな、何で映るんやっちゅうとこのね、要はこの何、飛沫で映るんでしょ。だからそうやって、なんちゅうの、マスクしてって喋らんと、こうやってスマホ見てんのに、そない離れんでええと思いますねんね。
だからなんかそもそもがなんか違うような気がしてね。だこれね、ニュースとかヤフーニュースでね、アクリル板とかありますやん、なんか意味なくなんか形を置いてたらそれでええみたいなね、もうごっつい感じますね。いや、それはなんか飛沫を防ぐために置くんよねっちゅうのが、ここは飛沫せえへんやろいうところにね、なんかあったりね。だからこう 見栄えだけ言うの、うちはなんか気ぃつけてますよみたいな、その見栄えだけでやってるような気してね、じゃなくてそのね、それ移ったあかん病気やから移らんようにしてますせーのが感じられへんねんね、ほんまに。ということで理屈っぽいおっさんです、ほんまに。以上かな。ねえ、もう一個言おう思って、あ、そう、もう一個、昨日、おとついにね、おとつい、まあ、おとつい、月曜日の夜に、視聴者さんから教えてもらって、あ、ちょっと喋ったね、この前に。視聴者さんに教えてもらって、NHK でね、大阪のあの、社協の、特集みたいなね、報道番組ですか、ドキュメンタリー一本にやっとって、その社協のね、女の方がそうやって道でこうやって寝てる人とか、家で一人暮らししてる人とか、奮闘してはるのをこう追ってはるんですね。で、病院行かなあかんでとか、お金大丈夫なみたいなのとかね、なんとか生活を受けはったらどうのこうのとか、なんかそうほんま親身になってやってはりますねんね。まあここらで言うなんか見回り隊とかいうやつなんかよう知りませんねんけど、まあそういう地域のね、そういうなんか、まあ昔で言う世話焼きな人のなんちゅうの肩書きがあるみたいな感じなんでしょうけど、いやもうそれはね、俺は行かへん、病院なんか行かへん言うてる人をなんかね、通って説得してみたいなね、やってやりました。ほんでね、要はね、そこまでせんと、まあ、病院と一緒ですやん、そこまでせんとやってくれんのかっちゅう話ですやん。公園で寝ててやっと声かけてくれるみたいなね。いや、こっちからなんちの、すいません、ちょっともう仕事、コロナで仕事なくなってもう困ってますねんは、無視っちゅうか、いやー分かりませんねんそれはみたいになるわけでしょ。だからその辺意味が分からへんね。だから親身になってどうのこうのって仕事的には一緒ですやん、相手が違うだけで、ちゃんと服着て区役所まで来る人間か公園で寝てる人間かの違いで、しんどさなんか一緒ですよ。でね、その人がね、なんちゅうの言い張ったん、最後に昔プロフェッショナルかな、今もやってんのかな、なんかなんとかあなたにとってプロとはとかみたいな、それはなりわいですとかね、いろんな人出てやってはんの、今もやってるんかな、あの番組、なんとかいう歌手のね、あの曲いいですもんね、ほんまにね。でそこはその番組みたいにね、その社協の方が最後に言い張るんですよ、命を助ける、これが福祉の原点ですでね。いやほんまにっていうことですわ。で、おっさん何が言いたいねん話やけど、ね、おっさんの命も助けてくれって言いたいんかみたいな、ね、いやけどね、それぐらいの人いっぱいいてますよほんまにね、ほんまに
にそういうことですね。どんだけそのね、再貸し付けがありがたいかね、そのありがたい再貸し付けでね、情報やっぱ欲しいわけですやん。だからその辺はちょっとやっぱり勉強して、しといてもらわなきゃいけませんわ。ほんまに。どういうことで、どういう流れでどうなるかいうのね。その、知らんだけじゃね、なかなか、ほんまに、あかんと僕は思います。はい。それはそっちの、ね、家、公園がなくて寝てある人もさ、大事やし、一人暮らしで病院行かんとやってる人も大事やし、みんな大事、そんな。ね。っていうことで。福祉なんですから。ってね、福祉の原点です。っていうことで。それだけやったかな。以上やったかな。以上やね。はい。ということで、ここに書いてあるんやけどね、刻々と変化しとるんでね、またこれ流れてる時にはもう変化いっぱいしとるかもわからんすけど、まあこれは、16日の10時現在でおっさんぼやいとるみたいなね、っていうことなんで、またね、1日たちはガラッと変わってる可能性もいっぱいなんで、まあまあその辺はちょっと、まあさあ何言うとんねんみたいなことで、はい、失礼いたします。では失礼します。バイなら、バイチャー。